はい、皆さんこんにちは、なあみちです。いやーはや、ちょっと探索し、はい、みん、洞窟に来ましたと。ちょっと待って、作ったら戦闘不能にならない？早突入しろやーって、ね、と思ったけど、その前にちょっと発動させるんで、ちょっと一旦止めます。はい、一番奥まで着きました。とここをカラがストラーナ遺跡か。それにしても洞窟の中から入って何も気がつかないんだ。かなり強いイブルがあるんですね。何も思わなければ誰も近い、誰も近づかない。さあ奥まで進む。でもそれだったら子供たちはどうやってここまで来たんだよ。クロノス君は子供たちを慣れすぎじゃないかな。彼らは持ってた石橋を追って確認する。あ、わかった。本題これ。いろんなところの仕掛け通ってここに来なきゃいけないんだよ、おそらく。
ちょっと探索します。なんでカットします。まあ中間事件ですね。問題ありません。ただこの先からとつつもなく強い邪気を感じます。私が知ってるものと似たような邪気が。ベルーナが知ってる邪気だって、それってイニシウム時代のものってことじゃないのか。このストラーナ遺跡が発見されたのつい先なの。この辺りももともとはビントロー領土じゃなくて、メーゾ王国の領土だったの。メーゾ王国？アストラット王子も言ってたじゃないか。20年ほど前に滅んだ国だよ。そういえばユミルがその国を話してたな。ジャノタスマニンを持ってた国の一つだったっけ。よく覚えてたね。どうですかね。国が滅んでしまったのは、そのジャノタスマニンが関係してたのかもしれない。じっちゃんが聞いてたけど、タスマニンは国の運命も変える力があるな。それは欲しがる奴がいたし。だから、悪い奴に渡したから、魔力が高い呪術師に役用されたら国どころか世界が滅んじゃう。ああ、特にあるじゃん。聖剣者の子孫を名乗る者が、聖女を連れてアウトの王国に現れたそうにございます。何？それは、それだけなんです。奴ら、タスマリも次々と手に入れた。アウトの王ね、聖剣者を利用し、我が国に攻めるっつうのね。ストラーナ遺跡の方はどうなっている？それが、強力なユーブルも多数存在し、探索に出た兵士たちも多くの犠牲が出ます。また、遺跡の多くは依然として結果に阻まれ、探索も難航しております。つまり、新たな新たなスキルっていう感じだな、オスダクは。このゲームほんと不便だね、なんか。その魔法スキル全部いちいち装備しこう組み直さないと使えないとかって不便だねこれは。これちょっと不便かなっていう。ちょっと一旦切ります。はい、一番奥まで来たけれども、どうしようかな。こいつ倒してやっぱりボスもそうだった。でもそんなに強くないのかな、これ。
アイスランスでとりあえずこいつ倒して、もうあと攻撃だけで倒せそうだこれ。よし倒れた。忘れてないです。先ほどの結界は異性の時代に払えたものですけど、それも強力な魔力を持ったものですよ。そして結界は結界を張ったものと同じ性質のものにしか解除できません。まあ、この遺跡に入った時に言ったような、この結界、この遺跡から古く、陰性の邪気を強く感じると。さっきね、セレネちゃんが結界に触れた時、私はこの目で見たの。セレネちゃんに刻まれたそう。つまり、結界が解けたのは、アルゾフのソウルが原因ってことか。うん。そうに違いない。だったら続きながらんじゃないか。ああ、まあそうだ。もうつまりどういうことかっつうと、まあ、オープニングで、おさがりさん、すみません。グリーン、邪魔をするな。このものはやはり強戦士。なんだろう、千人つけたかな。我が名はローズル、テレサ様と共に、聖女やその同士と戦いし者、そのソウル、その顔をわずかだか覚えているぞ。ベルーナと、呪術師アービンだな。だがなぜ、テレサ様のそばに迷い。つまらわしの敵だ。死ねえ、アービン。面白いところに出かせん。なんだ貴様。だが、この娘だけは。だが、この娘だけは別だ。セレーネ。このセレーネと申す者、このわしが、これまでわしがソウルを切り刻んだ者とは違うと思っておったが、なるほど、そういうことか。次に会うときは、その命はないと思う。この小娘はいただくじゃろう。テレサ様を返してもらおう。わしの邪魔をすることならば貴様から先に葬ってやろう。おお、わしの魔法を証明かよ。
그럼 어떻게 해야 돼요, 선생님? 그럼. 助かったじゃねえよ。なぜあいつはスレーネとテレサ、テレス、スレーネをテレサと呼んだんだ。テレサって何なんだ。強戦士、アイザフはあの男、そう呼んでたの。先ほどの男は強戦士ローズル。かつて私とアービン様と戦っていた男です。強戦士、なんだって？やはりそうだったんだよ。まさか強戦士まで復活してしまうなんて。だがあいつはテレス、セレーネをテレサって呼んで、連れ去ろうとしたの。あいつは何のためにセレーネを。それはおそらく、私とアービン様がいたのローズのそばにも横島のタスマニーを使う女性がおりました。もしかしてその女性っていうのはエルピンタ隕石でユミルが持ってくれた強力な女性だったのか。多分そうじゃないかさ。もしかしてその女性の名前がテレサ。ちょっと待ってよ。ってことはローズルはセレーネをテレサだと思い込んでるのか。そういうことになるね。そのテレサってやつはローズルと共に世界を混乱に陥れたやつやのか。なぜローズルはセレーネをそんなやつだと思い込んでんだよ。なぜって言われても強力な術について詳しく勉強存在してないから分かんない。そういえば、強戦士との戦いになると、ベルーナどうしたの？戦いで消耗した力と傷を癒す必要があり、アービン様によって封印されました。横島の復活に備えて、そこにクロノス君が現れ目覚めたってわけだ。邪悪な者たちと戦うために。ベルーナのことは分かった。問題はローズルの方だ。なぜ、奴はセレーネ、アルズと呼び、アルズを深守った。ローズルはセレーネに何をするつもりに、させるつもりに。私の見立てでは、ローズルもまた、イニシエの戦いで受けた衝撃によって完全な状態ではないと推察します。ローズル自身も何しようとしているかはまだ分かっていないのか。ローズル自身も何をしようとしているかはまだ分かっていないのかもしれません。ただ、セレーネ様を守るということ以外は、ちょっと待って、ベルーナ。それじゃあ、やっぱローズルはセレーネをテレサと思い込んでるってことだ。これ、ん？またなんかクエスト出てる。イーブルと申す。
まあちょっと、これは次回動画外で探索っていう感じになるのかな。ローズリーとは何者か。ローズリーです。ローズリーとは何者か。千年前に世界を混乱に陥れた強戦士です。陛下、皆殺しのローズリーと呼ばれた悪の者が復活したのですか。どうやらそうみたい。アルゾフだけじゃなく、そのような危険なものまでやられた。だが、このままの話にしておくわけにはいかないだろう。そのローズはいずこに。それはわからない。だけど、俺たちの前に必ず倒すはず。奴は、去り際にそう言い残した。なぜローズが、そなたの前に現れるの。おそらく、クロンスやセイジを。アストロトは、山賊大使ですよ。盗賊集団モーレフ。悪徳商人や汚職役人からしか盗みが疑わないというモーレフ。確かにそうかもしれません。だけどその前に、王国内の汚職役人や美徳商人を取り締まったらいかがですか、王子。もちろんその妻が、故に貴様らみたいに与えなしでもうこれ以上、召し抱えるわけにもいかない。貴様らが、ストラーナ、20年もほど前にある国に冥蔵王国。冥蔵王国って確か急に滅んだっつってた。冥蔵王国が滅んだとアルゾフは姿を消して、つまりどういうことかっつったら、冥蔵アルゾフが冥蔵国の宝を使って冥蔵国をまあ滅ぼした張本人と。ハルス大石か。
フォレスタ遺跡、まあサブクエの一つになっているんだけど、使いはちょっとこれ今回ね、これ動画終わって、ちょっと村長のクエストはちょっと動画がリアルかな。ということでここで終了します。どうも、お疲れ。